はい、間違えました。スメーシーワールドです。いいね。ヒデオくんの本拠地じゃん。あれ、ピンクのインクいいな。ピンクのインク。今日、バレンタインデーなんですけど、やっぱバレンタインデーって言ったら、まあ、チョコ色の茶色、もしくは、まあ、ピンク色、ハートのピンク色って感じじゃないですか。いいですね、なんかピンク色。ただ、バレンタインデーの日にスプラトゥーンやるっていう、ちょっと悲しいね。悲しい結末。あ、終わっちゃった。ちなみになんですけど、クリスマス。クリスマスも、僕は家でゲームしてました。寂しいでしょう。本当に寂しい。パブロのスーって音聞こえるんだけど、下かな?どっかいるんだよな。あ、これか。これしかやりに行く。金モデラーですね。うわ、危ねえ、びっくりした。あー、1になっちゃったよ。マジか。え、パブロハート書いてる、パブロハート書いてるぞ。お、あいつバレンタインデーだからハート書いてる。関係あるかな?バレンタインデーなぁ。寂しいよな、ゲームしてて。いや、普通ならね、外行ってね、イルミネーションとか見たい感じなんですけど、それもクリスマスと一緒で。まあ、楽しみたいですけどね。あ、なんかいる。あぶねぇ。あ、ほら俺なんかのためにハート書いてくれてるよ。潜伏からのキル。あ、ほら書いてるんだよ、パブロ。マジか、こんな、ただヒデオなんかのためにお前はハート書いてくれて。もう味方に撃たれてるし。思う存分書けん、もう。もう、当てられてないのもなんか可愛いな。ナイス。あー、癒される。バレンタイン、わあ、びっくりしたびっくりした、ボムでやられるとこだった。バレンタインデーにしか見られない光景だな。あ、やべ、バレた。いや、やべ、危ねえ。抜かれると思った。うおおおちょっと待って、パブロパブロ、お前黙ってハート書いとくんだ、お前は。後ろからこれスクイックやりに行きましょう。オッケー。でも味方死んじゃったな。お、なんかいる。あ、パブロいた。ハートマン。ここ押さえれば勝てる。割られちゃって。おー、びっくりした。そう、もうゴリ押しだったね、カスビア。マジか、でもハート書いてくれてなんか嬉しいな。唯一な、スプラトゥーンでしか会えない人だけど、ハートもらいました。あ、そういえばチョコくれって名前なんですけど、ハートもらいました。愛情ですね。愛情もらえた。よかった。なんか嬉しいですね。